どうも、バーンです。そうしましたら今日もね、墜落した機体の修理の方をやっていきます。まず破損箇所の確認ですけれども、ギアですね、それから機種が、グルーガンが剥がれている点ですね。あとそれから、これは破損というわけじゃないですけれども、組み付け不良の、主翼と尾翼の、水平が取れずに実質機体がねじれている状態であるというのをですね、今日は補正していきたいというふうに思います。方針としてはまずは、機種部分はもうね、これグルーガン盛り直したらいいだけですね。で、ねじれの方ですけども、ちょっとね、昨日グルーガンでここつけたんですけども、ここをね取りの一遍もう一回割ろうと思います。で、グルーガンをちょっと重量増になってしまうんで、グルーガンをまず削ぎ落として、でもう一回グルーガンつけて、で主翼つけ直して、でね、ご覧の通りこっちの翼の方が若干反ってるんですね。だからそっちの方に合わせる形で若干の上半角を両方ともつけるというような、方針で、改良修理の方をやっていきたいと思います。それでは作業開始。はい、どうもです。修理がね、できましたね。首尾翼と、こんな感じで、どうですかね。機体が実質ねじれているような状況ではなくなったと思います。おそらくね、右旋回してしまう原因もそれなんじゃないかなと思うんですけどね。とりあえず、重さを測ってみます。 100.0g、 はい、ギリギリセーフですね。アクは 99.9 にしたいんですけどね。とりあえず、今日のところはこんなところで、
修理改良の方はいいんじゃないかなというふうに思います。はい、いいと思います。やっぱりね、ちょっと気持ち悪いんでね、さらに軽量化します。ギアのこのオーリングをもう外しちゃいます。これで 99.9 いくだろう、 99.9 になるだろう。これでどうだと言ったところですよね。まあ、はい、これもう一回測ってみます。100.0 ですか。これ 0.1g もないんか。はい、いいと思います。もうね、こうなったら維持ですよ。ギアのこのエッジを削ります。はい、いいと思います。そうしましたら改めて重さ測ってみたいと思います。さあ 99.9 来い。 99.8 やったぜ。はい、 100g 未満期の状態となりました。もうこれでいいやんね、別にオーリングいらんよね。です。ではでは。